はい、こんにちは。料理作家の佐藤です。始まりました、美味しいを楽しくという趣旨で行っておりますが、いかんせんですね、我々20年間料理だけを作ってきたものですから、こうやってこう画面の皆さんに対してですね、お伝えするということ、まだまだ素人なんですね。で、そこでですね、強力な助っ人をこの度、来ていただきました。じゃ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 ーん。フリーアナウンサーの楠敦雄と言います。ありがとうございます。自分で拍手。自拍手ですね。自拍手。硬いね。硬いですよ。硬いですね。いや、YouTube ね、始めたんですよね。そうなんですよ。いいじゃないですか。ありがとうございます。最初に言ってましたね。美味しいを楽しく。はい。これを家庭の皆さんに届ける。はい、そうなんです。はい。いいんじゃないですか、このご時世ね。私が、じゃあ佐藤さんの料理を実況というと大層なもんなんで、会話しながら、より、佐藤さんの中身に迫りながら、その料理も画面通じて、はい、こんなもんいかがですかと。いや、そうですね。で、それの一番の特徴は何ですか。こういうものを提案、見ていただきたいなと。なるほど、はい、そうですね、はい、ちょっと用意したんですけどね、はい、誰でもこう簡単に手に入るようなこういうレトルトなもの、はいはい、を使って本当に手間暇は全部ここが担ってくれるんですから、はい、それはもうここに至るまでこの会社さんはどれだけの労力を費やしてるか、ね、そうなんですよね。で、その手間暇を借りて、はい、じゃあこれですき焼き作ってみようじゃない。おお、麻婆豆腐に麻婆豆腐ですき焼きとか。すき焼きを作ってみよう。もう今手の内明かしていいんですか。あ、もう、あ、そうなんですか。ちょっと貯めときましょうよ。いや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 、貯めるほどないですが。そうやな。すぐ出ますから、はい、でこれをねこう作っていく。他のもんとも足したり。そうですね、はい、こうクックルーさんでヨハネドリ、これは焼き鳥のタレにかけてみる、はい、でおほいこをね、はい、これは焼きそば作ったり、はい、ロールキャベツのソースに。そんな手の内明かしていいんですか。あ、明かしますよ、全部。そんなに容器あるんですか。20個ぐらいはあります。ということは20回を分割すれば40回持ちますね。40回持ちますね。なんでそんな心配してんだろう。そうなんですか、備蓄が重要ですからね。そうですね、はい、長いこと続けていきたい。でもやっぱこういう製品にレスペクトを、はい、するって重要ですよね。あ、重要ですね。安藤桃福さんがチキンラーメンでどれだけの労力を費やしたか。そうでした。プロジェクト X 見ました。うん、見ました。もう何週分にもわたって、はい、プロジェクト X で、はい、ということはチキンラーメンであるだけですから、こういうのも中村屋さんとかね、うん、はい、ハウスさんとかクックルさんね、味の素さんとかいっぱいあるんで、エバさん、はい、でもこの単一の使い方じゃなくて、はい、化学反応起こる。そうですね、うん、でご家庭にある、まあ、関西弁でいうあり合わせをなんとかする。そうですね、できますよね、はいはい、で私が時々はスポーツアナウンサーですから実況させてもらう。カリスマですよ。いや、そこまではいきませんよ。いや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 、カリスマは要件います。いや、だって皆さんもね、クス厚生でぜひ検索してもらいたいですね。ちょっとしか出ませんよ。いや、だクス厚生うるさい出てます。だいぶ叩かれましたけど、ね、はい、実況の方が面白いっていう。解説者より出過ぎやと。出過ぎ、ね、だから僕も多分佐藤さんよりも出過ぎることがあるかもしれませんが、なるべく家庭に届くことをファーストで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。タイトルも次ちゃんと出すときまでに考えておきましょう。そうですね。でもコンセプトは家庭に美味しくを楽しくで。そうですね、頑張りましょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。